おはようございます。シローズ大好きアワーバズっていいとも第110回目を迎えました。第110回目のゲスト、トランペット奏者の鈴木哲平さんのご紹介で、大阪シオンウィンドオーケストラトランペット奏者の新部優子さんと対談させていただきます。もう新部さんとはですね、京都トランペットグループサマーブリーズの方で一緒にアンサンブルをやらせていただいているんですけども、関西フィルにもよくエキストラで来てくださいますし、大阪シオンさんの方でも、僕お世話になったりして、本当によく一緒に演奏してますし、本当に、とても、すごいサウンド感といいますか、でいつも助けてもらえていますので、どのようなお話が伺えるのか今から楽しみです。それでは行ってみましょう。おはようございます。おはようございます。そんなにご無沙汰ではない感じですけれども、ご無沙汰しております。はい、この間ぶりです。よろしくお願いします。はい、今月はね、結構ご一緒させていただく機会が多かったので、逆に画面越しめっちゃ照れますね。はい、恥ずかしい恥ずかしいです。そして初めて来てるの見ました。はい、持ってるんです。そう、初めて来ました。持ってます。実はメンバーですっていうね。え、はい、中島くんめっちゃ喜んでると思います。はい、中島見てますか。だいたい見てるもんね、中島くんは。うん、はい、ヘビーユーザー、ヘビーリスナーか。ヘビーリスナー。はい、というわけで、シローズ大好きアワーバズっていいとも第111回目のゲストは、大阪シオンウィンドオーケストラトランペット奏者の新部優子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。いやー、やっとお話できて嬉しいです。はい、私も嬉しいけど、なんかめっちゃ緊張するんですけど。うん、普段はよく喋ってるんですけどね、こうやってお話聞くのはなんか照れくさいし、嬉しいなと思ってます。はい、はい、私もです。ありがとうございます。はい、それでは早速ですけれども、まずはトランペットを始められた年齢ときっかけっていうのを伺ってもよろしいでしょうか。と、小学校の5年生の時に金管バンドから始めました。夏終わったあと、体育祭の前ぐらいですかね、に始めましたね。うん、なぜ始めようと思われたんですかね。友達が結構やってる子が多くって、うん、で、まあ、本当はその夏のコンクール前から入らないみたいな感じで勧誘は受けてたんですけど、まあなんか親の許可とかも出なくって、なかなか、うん、でもまあ友達がそのコンクール前だからか、楽器を多分学校から持って帰ってきてて、でなんか吹かせてもらったりとかしたら音が出たんですよ。それでなんかやりたいなと思って、ずっと親にまあなんか言ってたら、やっともうコンクールは終わっちゃったけど、うん、なんかやっと許可が出て、うん、体育大会から、なんかその時だけ運動会、運動会の時だけマーチングやるんですよ。うん、ねえ、すごい制服も可愛くて、それも着たいのもあって、なるほど、やっと入れたって感じでしたね。じゃあ、なぜ親御さんは反対されてたんですか？とか聞いたことありますか？わかんないです。全然。多分習い事が続かなかったのかな。でもそんな言っても習い事してなかったんですけど、うん、まあでもなんか親は別に音楽やってる人じゃなかったので、うん、まあ多分あんまりわかんなかったんじゃないかな、なんか感覚的に。なるほど。まあ、よかったですね、無事に始めることができて。はい。で、そうです。その吹奏楽部でもうトランペットはもうトランペットって決めてた感じなんですかね。最初、とりあえずそのコルネットをやるってなったんですけど、うん、コルネットが足りなくて、うん、で、ヤマハのなんかめっちゃ古い、綿みたいなのに入ってる、なんかソフトケースに入ってる、ボロボロのトランペットが一本余ってたから、とりあえずそれを渡されて、まあ、多分トランペットになるっていうのは、そのコルネットか、になるっていうのは、多分まあ決まってたのかな、どうやって決まったかもちょっと忘れちゃったんですけど、うん。そうでした。
じゃあなんか他の楽器の選択肢とかもなんかそんなにないままもうトランペットっていう感じで。そうですね。うん、なるほど。他も楽器吹かなかったですね。トランペットだけでしたね。わかりました。そうです。さっきのその可愛い制服の写真とかあるんですか？いや、もうない。ないのか。なんかベレー帽をかぶって、なんかミッキーマウスの T シャツ着るんですよ。で、チョッキ着て、みたいな感じだったと思います、多分。なるほど。そう。もしその当時の写真をお持ちの方、こちらまでご連絡ください。お願いします。はい。それでは無事にトランペットが始まったんですけれども、ここからはその今の大阪シオンウインドオーケストラに入られるまでの道のりをドーンと聞いていきたいんですけれども、まあ、その楽器を始めて、小学校、中学校、高校のいろんな思い出を聞かせていただきながら、どういう感じでこう音楽の道を目指していくきっかけがあったのかとか、大学生活なんかも伺っていきたいなと思うんですけれども、よろしくお願いいたします。はい。まあ、中学校にそのまま入ってからも、まあ、結局、吹奏楽部に、まあ、入部して、で、その時、たまたまそのトランペット、顧問の先生が、昭和音大を出たトランペット専攻だった先生だったんですよ。で、そのまま多分、トランペットを気づいたら多分なんか、レッスンみたいな先生が結構してくださってて、なんか放課後とか、部活が終わった後に、なんか個人的になんか多分、こう、呼び出されて、怒られるかなとか思ってたら、なんかこの課題みたいなのを渡されて、で、なんかこれをさらって置きなさいみたいな感じで、で、それがなんか湯の前先生っていう、よくなんか、今もなんか、はい、登場する人なんですけど。存じ上げております。はい。その先生が、結局、中2ぐらいまでいらっしゃったのか。うん、で、中3になるときは、私がもう島に移動になっちゃって、2年間だけしか、確か見てもらってないんですけど、うん、その後もずっと、その、手紙と一緒にカセットテープにいっぱい、うん、そのラッパーのその曲、うん、を入ったものを送ってくれたり、楽譜とかも送ってくださったりとかして、ずっとその手紙で、まあ、やり取りをずっと続いてて、うんうん、で、まあ、その、中学校の時とか、その、後々知ったんですけど、その先生が移動されてから、なんか、たまに、蓋開けてみたら、コンクールに出されてるみたいな時があったんですよ。なんか、それも意味がわかんなくて、これをやっときなさいって言って、うんうん、で、何も言わないんですよ。うん、先生は。うん、ねえ、明日、どこどこでやるから、みたいな。うん、え？ってなって。言ってみたら、コンクール会場とかで、ちょっと待ってみたいな。で、なんかソロコンクールみたいな。でも私本当に出たことなかったし、ちょっとボロッボロで、もう緊張、初めてその緊張すごい、しかも独奏みたいな。アーバンからのなんか課題が出て、確かそれをなんか、服みたいなだったと思うんですけど、それを急に先生みたいな、なんか、はい。でもまあ、やっぱ、ボロボロで、全然賞とかも取れないし、ズタボロになって帰ってくるみたいな感じだったんですけど、それ結局先生のポケットマネーで、先生が応募してくださってたんですよ。そうなんですよ。なんかそんな感じで、まあ、鍛えられつつ、鍛えられてたかわかんないですけど、そう。で、で、中3の時は、先生が変わっちゃったから、うん、まあ、先生が変わったけど、まあなんか、ちょっと頑張ってみようかなと思って、
申し込み用紙見たら、その時初めてそのお金とかも知るんですよ。金額とか。なるほど。あれ？と思って、私お金払ってないけどなと思ったりとかしてて。で、勝手に先生が申し込んでて、たんだなと思って、すごいいろいろ経験させてもらって。はい。まあ、そんな感じで、まあ、中学生は終わったんですけど、まあ、うちの中学校からも、私結局、次、翔陽高校っていう音楽科に進むんですけど、それも、先輩が、行った先輩とかもいて、で、その間もずっと、湯前先生が、翔陽高校の入試の課題とか、いろいろ調べてくださったのをすごい送ってくださったりして、まあずっとまあ私もまあ、コンクールとかはね、全然ボロボロだったけど、まあなんかやりたいなってちょっと思ってて、まあなんか、なんとか頑張って受けて、ピアノもやってなかったんですけど、ピアノも、受験から始めて、受けて、まあ、なんとか受かったって感じでした、高校は。なんか ねえ、そのやっぱコンクールの話は面白いですね、めちゃんと。それ結構あったんですよ。何回かあって、本当に独奏だけのやつと、あと伴奏者がいた時もあったんですよ。ほうほうほう。それもコンクール。それ、伴奏の方はすごい大人の方だったんです。で、先生の多分知ってる方のところに先生が連れて行ってくださって、で、その時、なんか湯棒のそなた一楽章吹いたんですよ。でもなんかあんまりリズムとかもわかんないから、とりあえずもうなんか耳コピっていうか、先生に教えられたのを、とりあえず 叩き込まれて 部活が終わった後に先生の車でその伴奏者の方の家に行って伴奏合わせしてコンクール受けるみたいな感じでした そう。気づいたらコンクールの場所にいたってなかなか経験できないですやね。もう、なんかこれアンプだからっていうのも一週間前ぐらいに言ってくるんですよ。ってなって、で、これに出るからね、みたいなのを、だから本当に2、3日前とか聞かされて、でもなんか口の中が緊張したら、本当にもう水分ゼロになるんですよ。で、もう自然に重音みたいになる、みたいな。で、そう、でもアンプも飛んで、なんか、もう途中ででも礼だけして帰ったこととかもあったし 本当にもうむちゃくちゃっていうか、なんかすごい上がり症な、なんかすごい緊張でひどかったっていうか、まあ、状況が良くなかったのもあるまあ、と思うんですけど でも、勝手にエントリーしたときは、なんだろう、受験票みたいなのって送ってくるじゃないですか、基本的には。それああ、もはい。全部先持っ生てちないにですよ。送られてたってことなんでしょうね。今じゃあんまり考えられないですよね。そうなんですよ。ねえ、本人じゃないととかあると思うんで、なかなかね。そう。すごいな。面白いですよね、今思うと。面白いですね。勝先手生に喜申しんで込まんすよ、で。多分見てくれてるのは絶対。言いますね、これ。見るように。強制で見てもら強制しなくても見るんじゃないかな。僕、Facebook 繋がってるんで。はい。まあ、そんな感じで、まあ、高校はね、やっぱ音楽学校ね、翔陽高校有名ですもんね。行かれました。はい。引き続きよろしくお願いいたします。で、高校入試の時に初めて、なんかこう、演奏がうまくいったんですよ。ねえ、あ、できたと思って、で、そっからなんかちょっとうまく
緊張もしながらだけど、やっぱちゃんと準備して、そうできてたからかもしれないですけど、まあそこからまあなんとか、できて、でまあ、高校は吹奏楽部ももちろん入って、まあ吹奏楽をやりつつも、結局音楽家なので、自分の朝早く行って、朝は自分の練習で、昼も早弁して、で、昼休みも自分の練習。まあ、ピアノもしないといけなかったから、ピアノもちょっとやって、放課後はやっと部活の曲をさらうみたいなのがずっと、まあ、3年間ぐらい続いてて、まあ、部活も、2年間、私が2年生までは、毎年九州大会、4位とかだったらしいですね。なんか。で、まあ、金賞だけど行けないみたいな、全国大会に行けないっていうのがあって、で、2年生の時の先輩たちがすごい上手な人たちが多かったんですよ。で、こんなに上手な人がいても全国大会行けないんだなと思って、ああと思って、悔しいなと思って、その年の、アンサンブルコンテストに2年生と1年生のグループでまあ参加したんですけど、まあその年は、九州大会は長崎東が参入していったんですね。で、ブドウ酒ね、ブドウ酒。で、そうそう、それ、そうそう、九州、その大編成のやつも長崎東が持ってったじゃないですか。イーストコースで、ね。そう、で、ああ、悔しいなとか思って、まあ、その、アンコンに出て、アンコンも、なんか、私ら、テレピシコーレがなんか、やったんですよ。で、いけると思ってなかったんですけど、その九州大会まで。なんとかいけて、そしたら、まあ、その、長崎東また出るやんってなって、しかも、ぶどう酒って、なんていうキザな タイトルのやつなの、みたいな、なってて、初めて見るタイトルだったし、知らなかったんですけど、その時に。で、演奏聞いたら、めちゃくちゃうまくて、で、それを多分、フリーになってから、白津さんとお話しした時に話したら、その時、白津さん、トレーナーで入ってたって言ってた。それはうまいわと思っ て。いやー、あの時のね、長崎東のぶどう酒めちゃくちゃうまかったんですよね。あの時のトップの子は広島大学行ったんじゃなかったかな。あ、なんかそうな音んで大す行くか。とか言ってたけど、行かなくて。中学校の時から教えてた子だったあ、そうだったんですね。そう。でもまあ悔しいなと思いながらも、まあ全国大会行きたいねっていうのもあって、で、私たちのその学年ちょうど普通科と音楽科がすごいいいバランスでいて、まあ仲もすごい良かったんですけど、で、普通科の子もトランペットの子もいて、結構老けて、で、その、なんとか、行きたい、ずっと行きたいねっていうのだけは、まあ目標だけは高く持ってて。そしたら、なんとか、行けて、まさかの全国大会へ、初出場で。そう、その時のもうなんか、興奮、その、結果発表の時の興奮はすごかったんですけど。忘れられないかなって思うけど。まあそん立な石感じ先で生ですよね。そうです。立石先生ですね。ちょうど一年、私たちが一年生で入学したと同時に、立石先生も入られて、だから3年間先生に習ってたって感じですね。トランペットも立石先生に習ってました。で、その、音楽家だったから、その、専門の授業もあるじゃないですか。で、まあ、立石先生のところに習いながら、中学校の3年生ぐらいから、その、入試のために、別な
高校で教えてたそのトランペットの先生のところに習いに行ってて、その先生と立石先生も師弟関係なんですよ。で、まあだからずっと高校の間も、その新村先生って言うんですけど、新村玄植先生のところに習いに行ってて、まあだから立石先生と同時に習いながら、学3年間、やったって感じですね。はい。それでそのまあ音楽家っていうことは、なんとなく、音大に行くみたいな流れであった感じなんですかね。そうですね。なんかまあ、うん。周りもやっぱ音大を目指してたのもあったし、うんうん、で、まあ、その、指定校推薦とかも結構あったから、うんうんうん、で、まあ、東京の大学とかをやっぱちょっと見てたんですけど、まあ、両親とかにもやっぱり、ちょっと国公立受けてほしいみたいな言われて、うん、私、勉強全然できなくて。いやいや。ねえ、勉強苦手なんですけど、なんか、ダメ元で、なんかその、国公立の推薦があると調べたら。で、それで出てきたのが、まあ、大京大とか、奈良とかもあったか。なんか、いろいろ出てきたんですけど、大京大は、とりあえずその、オーケストラの授業もあって、うん、トランペットの先生がいるみたいだよ、みたいな感じで、調べたらそんな感じだったんで、で、小論文と面接とあと実技か、がその推薦の内容だったので、とりあえず、まあ、小論文は練習して、うん、で、まあ、受けて、たら受かったっていう感じで。でもなんか、その受験の時になんか、心斎橋かどっかに遊びに行ったんですよ。したら、人の数がもうすごすぎて、無理だなと思って。ここでは暮らせないなと思って、落ちてもいいやみたいな思ってたんですよ。むしろもう早く鹿児島に帰りたくて、その時は。そう。で、なんかもう鹿児島、まあ、受かると思ってなかったんで、うん、なんか、推薦の時のその、面接の時とかも、なんかもう、この大学の、その通学路に曲をつけるとしたら、どういう曲つけますかって言われて、それに私なんか切ない曲とか言ったんですよ。なんか、うん、そう、なんか寒くてね、その時が。もう枯葉とかも散って、寂しい感じだったんですけど、それもあってなんかもう緊張してるし、マジわけのわかんないことを言ってて、すっごい先生たちに笑われてて、あかんかったかもなーって思って。でもね、山も登んなきゃいけないですからね。そう。そうなんですよ。切ないですよ。でしょ、うん、ほんまに寂しくて、寂しい。なんかもう大学までの道がね、うん、寂しい感じの曲かなと思いますみたいな、ないのよ。言っちゃったんですよね。うん、で、まあ、その後にその遊びに行ったらもうそんなんだし、心斎橋も人多いし、もういいやと思って、うん、ダメだったらとりあえず鹿児島の大学、に行くか、みたいな。鹿児島での生活をしようって思ってたんですけど、うん、何日か後にすごい分厚い書類が届いて、うん、これはと思って。これは合格してると思って。まあ、喜ばしいことなんですけど、その時はちょっと、やっぱ寂しい思いの方が強かった。うんうんうん、なるほど。その時の気持ちを作曲するとしたらどんな曲ですかね切ない曲やっぱり切ない曲ですね、うんうん、なるほど、まあ、そうですね、うん、まあでももうそれが送られてきたら覚悟を決めて、うん、はい、うん、準備を少しずつ始めて一人暮らしとかのね、うんうんうん、でまあ行ってそこからまあ行ってみて大学へ
行ったら、まあ、楽しいことで。まあ、みんな友達も明るくて、すごいいい子で。まあ、自分には合ってたかなって思って、そこから大学生活はすごく楽しかったですね。トランペットの、伊藤先生は、まあ、ちょっと私たちの上の先輩とかと、まあ、あんまりうまく仲が良くないかったんですけど、まあ、けど、逆に私たちの学年は結構その先生に割と可愛がられてて、で、まあ、私もそのトランペットのレッスンは、まあ、受けてるときは、まあ、先生も一緒に吹いてくださる、てるんですけど、まあ、先生のおっしゃってることとかは、すごい、まあ、普通に勉強になることをすごい言ってくださったりとか、が多かったし、コルネットの曲とかもいっぱいやらせてくれたんですよ。ね、まあ、自分にはまあ、伊藤先生もすごい良かった、優しかったし、とてもまあ、良くしてもらったんですけど、自分の一個下の後輩に、早坂先生に習ってる 後輩がいて、ね、まあ私もちょっと先生、習ってみたいなっていうのがちょっとあって、でもちょっと伊藤先生には内緒で習わないといけないんですよ。まあいろいろあって。で、多分単発で習うの分にはいいんですけど、長期でずっと習うとなると、多分、先生同士で言ってることが違うと、どっちを取るの？みたいな、多分、そんな感じ。で、まあ多分こっちが、まだそこまで上手じゃないのに、多分、混同してしまうのを避けるために、多分先生はおっしゃってたと思うんですけど、まあだから、習いたいけど、どうしようっていうのもあったし、あと、大学の授業がやっぱちょっと大変で、授業数もかなり多かったので、大学の3年生の、終わりかな？ 4 年生になる前に、大学のオーケストラをバックに、ハイドンを吹くことになったんですよ。で、それはもう、やっぱもう習わないとダメだと思って。で、いい機会だから、その月から、確か1月かな？ 1 月の前かな？先生のところに習いたいですっていうふうにお願いしに行って、で、まあ、行ったら先生もいいよって迎え入れてくださって、で、まあ、その代わり、まあ、伊藤先生には悪いけど、ちょっと秘密で、僕に習ってることは秘密にしないといけないよ、みたいな、もちろん周りの友達とかにも、内緒にしてた方がいいと思うってなって、で、まあ、秘密で、まあ、もちろん後輩は知ってたんですけど、早坂門下だった。で、まあ、ずっと、そのまま、ずっと、先生のところに通い始めて、で、先生の、門下の合宿とかに行って初めて、自分の大学以外のトランペットの学生と知り合いになったりとか、すごい充実した内容の合宿で、やったことないことばっかりやらされて、すごい、こんな世界があるんだなっていうのが、初めて、まあ、学べましたね、その時。もちろん、まあ、大学、それ以外でも楽しかったんですけど、やっぱ、同じメンバーの中でずっと楽しんでやってるのと、やっぱ刺激が全然違って、すごい、良かったです。多分、合宿に来てた、福田雄二さんとか、と、知り合いになって、で、そのハイドンの演奏会も聞きに来てくださってたんですよ。確か。で、で、それで、福田さんが、初めて寄せ集めとかで仕事を呼んでくださったりして、合唱の伴奏とかだったんですけど、で、めっちゃ嬉しくて、
なかなかだけど、その大京、その、大京大出身の方は、まあ、秋月さんとかいらっしゃるんですけど、うん、まあ、なんかその、近くにその、フリーでやってるとか、そのいらっしゃらなくて、全然みんな学校の先生になる方が多かったから、で、その、福田さんと知り合えたことで、そうやってお仕事とか、声かけてくださって、まだ続けたいなとか、まあ、ずっと思ってて、で、まあ、だけど、やっぱ両親は、帰ってこいって言うんですよ、4年間卒業したら。で、と思って、鹿児島に帰ったところで、何しようって思って、でもやっぱもう、どうしてもやっぱやめられないと思って、まあ親になんとか説得して、で、まあ、高校を卒業した時も東京に行きたいなとかいうのもあったのもあって、まあそれこそ東京の大学院とかも思ったんですけど、どうしようかなと思って、まあでも、国公立、それこそ東京芸大とかは難しいかもなとかちょっと思ったりして、で、まあ、私学の大学院とかでいろいろ見てたんですけど、まあその時も親がやっぱ大変だから、なるべく国公立系がいいみたいな言われて、で、じゃあもう、競芸の大学院受けるかってなって、でもその時多分初めてめっちゃ勉強したぐらい。センターもね、受けてなかったんで、だから、なんかすごい英語とか、あと、その音楽史も大京大やってなかったんで、まあ、やってたのかな？でもなんかちょっと違う感じですね。その入試の問題、その競芸の大学院の入試の問題に出るような感じの音楽史じゃなくて、もうちょっとマニアックな感じの音楽史みたいなのはあったんですけど。なんか、それでとりあえずまあ勉強して、早坂先生のところにも行きながら、で、とりあえず、合格し、で、まあ、なんとか、関西に入れる理由ができた。まだ、やっと、ああ、よかったと思って、とりあえずそれで2年間、大学院に行って、って感じでしたね。はい。大学院、なんか、その大学院の印象が強いのか、やっぱ、競芸っていうイメージが強いんですもんね、新保さんね。そうですね。周りも多分、競芸の子が多いから、どうしてもそうなっちゃうのかな。で、あとは、私の仲良かった子が、トロンボーンの女の子が、その、仮面浪人して競芸に行って、で、それもあって、まあなんか、やっぱ、競芸の子たちの方が結構仲いい子が多かったのかな、そうですね。で、その子に、合格発表の掲示板見てもらって、写真撮って送ってもらって。で、なんか電波悪くて、大京大が。で、受信できてなくて、で、彼女はすごい、ニーボー送ったんやけど、みたいな。あかんかったみたいな。で、えみたいな。まだ届いてないみたいな。で、見たら、あったとか言って。で、まあ、すごい喜び、一緒に、彼女とね。そうでしたね。はい。その時の気持ちを作曲するとしたらどんな？めっちゃ明るいデュアの曲です。いいね。はい。そして大学院の生活が始まって。はい。大学院は、なんか、みんな、そこら中で吹いてるんですよ。廊下とか。で、とにかく、まあ、後輩がやっぱ上手。一人ずつむちゃくちゃうまいので、やっぱ、学部生よりもやっぱ吹けないといけないっていう、やっぱ、すごいプレッシャーもあって、大変だったんですけど、まあだけど、
まあ遅くまで、朝から晩までもうずっと学校にいて、ずっと練習して、みんなでこうワイワイ喋りながらもあったけど、まあすごい充実した感じで、で、有馬師匠のレッスンも、レッスンは正直、そんなに行ってなかったんですよ。なんか、いや、行ってたんですけど、なんかあんまり来なくていいみたいな感じで、先生も。でもまあ、行ったら行ったで一緒に先生吹いてくださって、でももうひたすら、はい、もう一回吹け、もう一回吹け、みたいな 感じの。まあでも、優しくて、すごい、まあ、楽しいレッスンでしたけど、まあでもまあ、その間もずっと、早坂先生のところにはずっと行ってて、まあ、ほぼ、今思うと先生のレッスンがメインになってましたね。先生の家の近くにも住んでたので、自転車で10分ぐらい前に家出たら着くんですよ、先生のお家に。だから、よく、先生のレッスン受けに行ってたし、あとなんかちょっと見てほしいこととかあったらなんか、まあそれはなんか、ジャズっぽい感じの曲を見てもらうときに、もうそれはもう夜に酒を飲みながらやろうとか言って。なんかそんな感じで夜先生のご自宅へ伺ってやったりとか、もうまあみっちり先生のもとで学んでたって感じでしたね、その時は。でもその授業は、学部生が結局多いから、オケとかの授業は乗れなくて、院生は、その当時は。ね、オペラは院生だけのオペラがあるから、それはあったんですけど、だから結局、大学もね、一応大学のオケはあったけど、なんか、ちゃんと、学べてない、多分、オーケストラを。まあまあ、多分、そのまま、結局、卒業して、大学院も出て、大学院を卒業した時も、まあ親は帰ってこいって言ってたんですけど、とりあえず反対を押し切って、そのまま、まあフリーでなんとか、お仕事ちょろちょろ呼んでもらってたりとかしてたので、まあ現場に行って学ぶみたいな感じでしたね、なんか、そんな感じですね。そしてまあ、大学院を出られて、フリー生活っていうのは、そこから大阪市に入るまでってことですよね。長かったですね、結構。何年ぐらいになるか覚えてますか？5年ぐらいに卒業。なる4ほど。年かな？ちょっと待ってくださいね。大学院卒業してんのが2006年か、7年の4月、3月に卒業してんのか。で、シオンには2015 15年。年に入団してるので、すごいめっちゃかかっ8てま年ぐすらいよ。ですね。だからずっとバイトしながら、そうですね。先生のところにも行きつつ、で、まあ、お仕事を呼んでもらったり。で、その大学院の時に、そうだ、大学院の時に、ティモシー・モリソン、ティモリソンが、公開レッスンで多分、すごい久しぶりぐらいに多分関西に来られたのかな。で、その時に、受けるマスタークラス、受けるチャンスがあって、で、受けたら、その時に結構いろんな方が聞きに来てくださってて、で、大阪交響楽団の松田さんとその時初めて名刺交換とかして、で、初めてその後ぐらいに大阪交響楽団さんからお仕事をいただいて、初めてのプロのオーケストラでしたね、それが。で、まあ、ちょろちょろ仕事をしながら、大学院卒業して、
その後、2005年か。え？合ってます？合ってるのかな？ 2005 年卒業して、あ、ちょっと待ってください。大学院7年って言ってましたね。大学院は2007年か。で、2005年に、神田婚があって、うん、それ大学院か。で、それ、その時に、入賞したのか、したんですね。その時のちょうど、1位が稲垣さんで、2位が宮本くんとか、そんな、3位が川田くんだったかな。はい。4位が西馬武志くんとか、の年で、まあ、いろいろでも、経験させてもらって、まあ、オーディションも受けてたんですけど、うん、なかなかやっぱり、なんか、その、最後まで残るとかはなくて、うん、で、なんかその、まあ、早坂先生のレッスンに行ってたら、まあ、やっぱりその、ひとまずその、やっぱ、大きい音で、やっぱ印象が残らないといけないみたいな話をされることが多いんですけど、あ、なんかその、特にオーディション前に行ったら先生が一緒に吹いてくださるんですけど、先生ってめちゃくちゃ音大きいじゃないですか。で、先生とやっぱ一緒に対等に吹くと、もう自分のキャパオーバーのやっぱ音色で吹いてるんですよ。で、なんかそれをやっぱそのまま多分オーディションの時に多分やってしまってて、おそらく。で、なんかずっとその、まあもやもやしてて、これでいいのかなっていうのがあって、やっぱその、自分のセールスポイントっていうか、その、は、やっぱその、音かなとか思って、音色かなと思って、でもそこをやっぱり、なんだろう、殺して、やっぱオーディション受けるっていうのは、やっぱ良くないよなっていう、ふうに思い始めて、まあいろいろ現場にそれは行って勉強させてもらってたから気づけたのもあったんですけど、まあ、正直その現場で行った時ってそこまで吹いてないっていうか、なんかそのオケの響きに合わせて吹くようなイメージでやっぱり演奏するので、なんかこう、やっぱ音色は絶対だなっていうのがやっぱ思ってきて、で、なんかその、キャパオーバーじゃない、自分が自分の音をモニターして、いい音っていうので吹くように心がけたら、ちょっとずつその、引っかかるようになってきて、で、なんとかその、子音が、民営化する時か、に、受けたんですけど、その時はダメで、その時受かったのが、その、中島くんとか、林さんが合格されて、その後にまた募集があったので、その時に、受けて、やっと受かったって感じでしたね。長かったけど、まあ、いろいろ経験できたから、まあ、それはそれで、良かったですけど、まあ、なかなかやっぱり大変でしたね、なんか。まあでも自分でちゃんと方向転換ができたっていうのはね、やっぱり経験とか、そういうところからかなっていう感じですよね。うん、素晴らしいですね。そしてまあ2015年に入られて、はい、もう7年。ねえ。8年。あっという間、はい。じゃあフリーランス生活と今同じぐらいな、時期を過ごしてきた感じになってますね。そうですね。はい。素晴らしいです。それではまあそのね、まあ長いフリーランスと今のシオンさんに入られてからっていう年数が経ってると思うんですけれども、まあ今までのこうトランペットを吹いてこられて、手応えのあった演奏という聞き方をしてるんですけれども、手応えのあった演奏でもいいですし、はい、思い出に残ってる演奏会とか、そういうのをちょっと伺いたいなと思うんですけれども。ね、手応えじゃない、その思い出に残ってる演奏、なんか、その、それ、中学、まあ2個ぐらいあって、中学校の時に、
それこそその湯前先生の、まあ、無茶ぶりじゃないけど、うん、それで、なんか、中1の時にね、うん、金吾を1年生と2年生コンビと、この、まず一団体で、うん、で、あとは3年生だけの金吾で、うん、2つ多分、その、あってチームが、うん。で、それで、なんか、地域のバザーみたいなのに出させられたんですよ。で、初めて金管五重奏、その時やって、まあ、指揮者もいないし、うん、もう合わせるのとかもすごいやっぱ難しくて、うん、で、吟遊詩人のためのソナタって曲やったんですよ。ねえ、なんか、あれなんか、最初吹いたら感想があって、うん、その数えてると分かんなくなるんですよ。で、なんか、その、バザーの時の演奏、途中で、なんかフェードアウトしてしまって、本番なのに、なんかこう、B、うん、みたいな、B から多分ラッパー入ってくんですけど、セカンド吹いてた多分同級生の子も落ちて、みんな落ちちゃって、うんまあ、ラッパーが入らなかったからいけないんですけど、うん、止まって、本番中ですよ。うんね体育館のなんか舞台で、なんか、どうするどうするみたいになって、B からやるがって言って。これ B からやるが事件って言ってるんですよ。B からやるが事件ね。うん、はい、うん。でも、もう何事もなかったのように、B から始めて、追われたっていう。すごいですよね。うん強いなと思って。うん。ね。今じゃ考えられないですもんね。いやーもう怖っと思って。うん。止まるんですよ途中で。ねえ。マジで普通に舞台上ですごいどうするどうするって相談したの初めてですもん。後にも先にもあれしかないっていう。うん。いやー。まあ、それが。それテレビだったら多分今再現 V とかが流れてると思うんですけど作りたいですね確かにそう、うん、まあそれが、まあ、まあ忘れられない確かにですね、うん、で、まあ、あとはその詩音に入ってから、うん、その音楽監督が宮川明さんなので、まあ、宮川明さんでその鹿児島公演に行ったとき、多分、初めて鹿児島公演だったのかな。その、オーケストラのエキストラでその乗らせてもらって、文化庁とかはあったんですけど、うん、自分は客演って立場だったし、うん、だから自分のホームに、やっぱ、オーケー、自分のところで、やっぱ帰ってくる。で、あと、やっぱその宮川さんに自分の名前を、ニーボちゃんってこう覚えてもらって、で、あ、自分は詩音の団員なんだなっていう、うん、なんかこう自覚が出たというか、うん、うん、なんかそこはすごい、ああ、なんか良かったなって、親も、両親も、先生も、みんな喜んでくれて、良、うん、かったですね、それは。うん、いやー、素敵な思い出ですね。はい。ありがとうございます。井の前先生も喜んでます。はい、ありがとうございます。それではですね、演奏されてる時に考えてらっしゃることや大事にしてることっていうのを伺ってもよろしいでしょうか？はい。まずさっきもその、オーディションの時のことも言ったんですけど、やっぱその、音色を、やっぱいい音で吹くっていうのを絶対、その、まあ、一番にやっぱり思ってて、うんうん、で、まあ、その中で、そこの、うん、必要な響きに合わせられるようにというか、うん、なんか、で、うん、そうですね。自分が、まあ、上を吹いてるときも、下を、特にでも下を吹いてるときとかは、その人の音に寄り添うように吹こうとか、なんか、うん、楽団の響きに合わせて吹きたいなっていうのは思って吹いてるかな、って思います。うんいや、もうそのまんまなんですよね。うちの関西フィルに来てもらった時もそうですし、もうこの間ね、シオンで、ちょっと、まあ、去年僕がしたでしたけど、一回変わったりとかした時、はい、なんかこう安心感ですよね。うん。ああね。
そのままだなと思います。はい。いつもありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。はい。はい。はい。それではですね、ルーティーンっていうのは何かお持ちでしょうか？ルーティーンっていうルーティーン、あるかなと思って、それってその、いつもやることですか？そうですね。うん。ことか。うん。音出しとかの時。音出しでもいいし、生活のことでもいいですし。ああ、生活？うん。音出しの時は、もしかしたら後でもやるかもしれないんですけど、うん、フロースタディを一応毎回やって、まあ、あと、なるべく、でもマウスピースで結構音を、その、唇の振動をなんとなくこう、が大事かなってやっぱ思ってて、なのでなんか、マウスピースの時間を割と取るかな、うんうんうん、下の特に低音を結構吹いてからっていうのを、でそこからフロースタディやるっていうのが毎回やってますね、うんうん、調子悪いなって時はマウスピースちょっと多くしたりとか、うんうん、こんな感じですね。本番の時はなんかあるかなと思って、うん、って考えてみたら多分だから水とかをよく飲むようにしてるかもしれない。なんかそのそれこそその中学校の時のトラウマじゃないですけど、もう口ガサガサになった時の、うん、その時になんか紅茶とか緑茶系が緊張する時にやると乾きやすいっていうのがなんとなくなんか思って自分が無理で、そっから多分水を買うようにして、まあ普段からお水結構飲むんですけど、うんうん、水は特に本番の前は結構飲むかもしれないです。なんか、うん、多分不安なのかもしれないですけど。でもまあ、早めにそういうトラウマ的なものを植え付けられてもらったのは良かったのかもしれないですね。そうですね、今となっては。うん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 。そうならないようにね、水分を呼吸するみたいな。うん、先生、ありがとうございます。日の前です。ありがとうございます。はい。それではですね、まあ、好きなオーケストラ作品、吹奏楽の作品だったり、こう、たくさんの人数で演奏する曲だったり、好きな作曲家っていうのを伺ってもよろしいでしょうか。オーケストラだったら、ベートーベンとか、あと、やっぱマーラー、うんはかっこいいなって、その弦楽器がいるところにしか出せない音のうねりとかが、うん、そこに埋もれてる感覚とかもすごいたまらないなと思って、うん、いいなってやっぱり思ってて、吹奏楽だったら、ついこの間やったアルフレッド・リードの、特にやっぱアルメニアンダンスやっぱすごい好きですね。あとはまあ、でもリードの作品って結構聴いててワクワクするような曲が多いので、うん、結構好きです。あとは、ホルストの吹奏楽のための一組とか結構好きですね。うん、なんか繊細に、うん、音が積み重なっていく感じがいいなと思って。うん、名曲ですね。ですね。うん、はい。一回聞きましたね。1番と2番やってるやつを。あ、そうですか。はい。キクちゃんがジョリベやったときってホルストやってませんでしたっけ？え？いつ？なんか寄せ集めみたいな、あ、寄せ集めじゃなかったのかな、標語の芸文でキクちゃんがジョリベの2番を。やってたな。うん、やってた。時に、うん、ホルストやってました。ああ。しました。うん、素晴らしかったです。そっか。うん、すごい昔ですよね。すごい昔ですね、多分ね。でもそんなにすごい昔でもないの。キクちゃんもう N 響だった気が。え？まだ違うかな。え？私吹いてたんですか？私吹いてましたでしょ？兵庫の芸文？うん、芸文の小ホールで。のちっちゃい、あ、それってなんだっけ、うん、今自衛隊での柴田さんって人が指揮者のやつ。そう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 。あれ、文人さん出てるんですよ。うん、出てた、出てた、出てた。3人で、うんうんうん、とにかくなんか、3っていう数字にこだわるやつで、だからもう、3パートだ、3人しかいなかったりとか、なんか多分、3にまつわる曲を
結構やったかも。はい。3がつくとアホになるとかではなくてですよね。その懐かしい感じがしますけどもね。はい。はい、すみません、ちょっと話が横道にそれましたけど。いや、ポルスとかこう出たときに、あ、聞いたなっていう思い出が、ああ、すごい。蘇ってきました。はい。ああ、ありがとうございます、うん。はい。それではちょっと絞りまして、好きなトランペットのソロだったり、室内楽の作品も伺ってもよろしいでしょうか。ソロは、すごくいい曲だなって思うのは、グラズノフのアルバムブラッド。いいですね。はい。で、かっこいいけど、あんな、うまく吹くの難しいなってなるのは、トマジのコンチェルト。ですかね。二楽章とかめちゃくちゃ難しいですよね。でもかっこいいからやりたいなって思うけど、うん、やっぱスタミナとかのね。聞きに行きます。そう、聞く方がいいですね。ニーボさんの聞きに行きます。うん、はい。いつか、はい。はい。ありがとうございます。で、室内楽か。室内楽は、キングを結構好きで、やっぱエワルドの作品とかは結構好きですね。あと、アーノルドとか、はい、は好きですね、うん。ありがとうございます。それでは、基礎練習の方もね、はい、先ほどお話しするかもとおっしゃってましたけども、基礎練習をされるときに大事にしていることや考えてらっしゃることも伺ってよろしいでしょうか。はい。基礎練習するときは、まあ、音を出すときに、やっぱさっきとその重複しちゃうんですけど、その振動をやっぱ確認しながらやりたいっていうのもあって、まあ、うまく振動してるかなって、まあ、それもあって結構マウスピース多くしたり、その、フロースタディをしながら、調子があんま良くないときは、また、マウスピースに変えて、とか、で、まあ、フロースタディって大体15分ぐらいで大体、まあ、ハイベイ行くところまで終わるんですけど、まあ、そこまでは一応、調子がいいときはやって、あんま調子良くないなって日は途中までで終わらせるんで、で、その後、これなんか多分教則本にもなっちゃうんですけど、クラークの、下の音が出てくる、ソラシソラシドラシドレシとか、とにかく低い音とかを結構出してからやるかな。うん。うん、はい。まあ、マウスピースの練習とね、少しこう、もうマウスピースやったのと、はい、ラッパでクラークを使ってって感じですね。ありがとうございます。それでは、そのまま今ね、少し出たかと思うんですけども、おすすめの教則本、使われてる教則本っていうのをご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい。今言った、今本になってるこの、これ、ロングトーンスタディーズっていうんですね。うん、そうですね。ね、やって、で、まあ、クラーク。はい。はい。やり、で、あとはまあ、やっぱ、アーバンは私まだ黄色い世代なんですけど。素晴らしい。いい加減変えようって感じなんですけど、全然本当に。いやいや。で、これ、なんか、2巻の、デュエット乗ってるじゃないですか。うん、私これ、全音のやつは乗ってないから、これ欲しいなと思って、もし、これで結構なんか長さとか、まあ、ちょっと、自分がレッスンの時とかに生徒とやるにちょうどいい、デュエットが入ってるからよくやってます。で、受験生を見た時に、自分も一緒に練習して面白いなと思ったのがこのベーメンのこれ。は、最初になんかその曲のスケールとか出てきて、曲もまあ難しいんですけど、そこまで、なんか、ぶっ飛んでないというか、うんうんうん、さらいやすい、つかみやすい感じなので、俺は面白いなって思っています。
で、なんかちょっと話戻っちゃうんですけど、その教則本、基礎練するときかに大事にしてることにつながるかもしれないんですけど、自分は結構そのピアノもやるのが遅かったから、ソルフェージュとかもすごい苦手なんですよ。なので、できる、絶対そのできるテンポで、とにかく丁寧に練習しようっていうのを心がけてて、まあだから基礎練とかも、まず、基礎練をするにもその曲をさらうにも、とにかくゆっくりからやるみたいな感じで、感じを心がけています。とても大事な話ですね。はい。ありがとうございます。それではですね、ニーボさんの音が聞ける CD だったり、動画だったり、ご宣伝いただけますでしょうか。CD は、シオンの、なんつったらいいんですかね、でもこれ。CD、シオンさんの、シオンの CD。2015年以降という感じでしたね、基本的にはね。あ、そうですね、はい。のやつから。と、あと、さっきも金管五重奏が好きって言ったんですけど、シオンのメンバーで、今、ジ大阪ブラスターズっていう金管五重奏を組んでいます。トランペットは中島くん、ホルンは伊藤和人さん、トロンボーンは戸板明和くん、で、チューバーは北畠正志くんで、5人でやってるんですけど、コロナの時に、ずっと引きこもってたじゃないですか。で、まあなんか、オンラインで、なんか、やろうってなって、できた、金管五重奏なんですけど、CD とか、いつか作りたいねっていう話はしてるんですけど、まだそれはできてなくて、YouTube の方に、チャンネルもあって、そこに、いろいろ動画を上げているので、ぜひ、見ていただけたらな、と思います。下の方にリンクを貼らせていただきますので、ぜひ皆さん聞いていただきたいなと思いますし、ぜひね、CD が出るのをお待ちしておりますので、はい。はい、ボーナおス待トちラックで。は、吟遊詩人を B から 大人バージョンです大人ね。バージョンの、はい、B からをやってください。ですね。はい。楽しみにしてま す。はい。であともはね、サマーブリーズね。あ、そうですね。こサちマーらブでリーすズね。か。はい。四季の聡明。ぜひ聞いてみてくなんださい。か、この間、中身見たら、中に写真入ってるじゃないですか。わっかと思って。すごい面ねえ。白かったです。はい。若いよね。若いんですよ。ちょっと皆さん見えにくいかもしれませんが。いっぱい写真ありますね、この中にね。はい。だから、だ持っから、てない方は、ぜひ買って、中身も見てください。そうですね。はうん。い、聞いてください。いい CD です。そうですね。第2弾も作りたいですね。作りたいですね。うん。早坂先生、お願いしま先す。生 リーダー はい。という感じですので、皆さんぜひ聞いてみてください。はい。それでは、楽器マウスピースを教えていただけますでしょうか。はい。楽器は、ベーカンは、今、バックの、180?ML?37SP です。で、正管は、これ、ヤマハの山橋さんに聞いたんですよ。全部組んでもらったから、自分の楽器は何なのかって言って。そしたら、9445NYS かなみたいな感じでした。NYS かなって感じですはい。ね。はい。はい。ほぼなんかそれとセッティングが一緒らしいです。うん。ピッコロは、シルキーの P54 って言うんですか?はい。ですね。で、コルネットは、ベーカンもツェーカンもあって、どっちもヤマハの6330を改造、
あ、青函は、改造ですね、青函は、ね。改造しました。はい。はい、で、トランペットのマウスピースが入るように、シャンクも変えてもらって、うん、なので、どっちも6330です、コルネットは。はい。はい、で、DS 缶も持ってて、はい、持ってるんですけど、まだ一度も吹いたこと、デビューさせたことないんですよ。YTR9610 です。あ、9610っていうことは、これか。なんか分解できるやつ？はい、はい。ベルチェンジして、いろいろ、どっちがどっちの缶かなってなるやつ。なるほど。いや、長さでわかります。そう。で、フリューゲルは、YFH8315G でした。はい、でした。一応、はい、調べました、ちゃんと。はい、調べましたね。はい。はい。はい。で、マウスピースは、はい。今は、米缶は、はい。ワンハーフ C で、はい。2524。はい。ですね。青缶吹くときも一緒です。はい。で、ピッコロは 11AX シルキーの。はい。はい。で、まあ、コルネットはトランペットのマウスピースで吹けるので、この間、それこそ、アルメニアンダンスやったときは、2524だとちょっとなんかボワボワしすぎて、なんかうまいこといかなかったから、まあ、2、25だけっていうか、はい。だけにしました。あ、米缶もトランペットシャンクにしてるんだよね。そうなんですよ。あ、なるほど。うん。なんか多分、コルネットのやつだと、結局、吹奏楽の中でやると埋もれすぎるっていうのがあって、まあ、ね、まあ、金管バンドだったら多分ありかもしれないけど、ちょっとしんどいなってなって。なるほど、なるほど。持ち替えも結構あるので、そのコルネットとトランペットが。ね、だから結局、はい、変えてもらいました。トランペットのマウスピースできるように。うん。あ、僕もじゃあトランペットシャンク使えばよかったな。あるんですか？え、僕コルネットシャンクとトランペットシャンクの米缶あります。すごいトランペットシャンクは、ゼー・ベーのコンビで、コルネットシャンクは、ベー・アーのコンビになるんです。あ、すごいバラしちゃった。あら、いいですね。はい、いいんです。うん。はい。だから、その前、この間の、シオンさんの前の週は幻想だったので、トランペットシャンクのコルネット、トランペットシャンクの米缶を使いました。あははははは。なるほど、うん。いいですね。はい。そんなことをしてます。すいません。僕の話をしてしまいました。いえ。そうだったんや、はい、と思って。そうでした。フリューゲルのマウスピースは？は、デニスビッグの 3FL、FL、うん、とかがやっぱ多いかなって感じですね。なるほど。うん、はい、ありがとうございます。それではですね、今回久しぶりにですね、視聴者からの質問っていうのが来てますので、ちょっとお聞きしたいなと思ってるんですけども、はい、兵庫県尼崎市東園田町、これにおすすめの DS さん。バレるDS さんからのね、質問があるんですけども、はい。なんか最近趣味で自転車乗られてるみたいなんですけれども、はい。どんなことが楽しいのかっていうと、どこに行かれたのが楽しいのかなっていうのをちょっと聞きたいんですけども。基本的にアウトドアが結構好きで、もともとはそのキャンプから始まったんですけど、で、キャンプって春と秋、冬ぐらいがちょっとシーズンなんですよ。夏は暑くて。で、でも、冬はスキーするですね、うん。で、春、でも、キャンプ以外にも、春とかは、秋とかも、まあ、初夏は、登山、うん。私は登山って言っても、ハイキングぐらいの、あまりしんどいのは無理なんですけど、山登りとかもちょっと興味持ち始めて、で、そう行き着いたら、今度は、なんか、自転車とかも興味持ってきて、うん、
で、まあ、それこそコロナになって、自転車欲しくなったんですよ。で、買い物行くとかも全部徒歩で行ってたんですけど、自転車欲しいなーっていうのはずっとあったんですけど、そんな、なんていうんですか、かっこいい、流行ってる、なんか、自転車みたいなのは想像してなくて、夫には、電動自転車とか買えばみたいなこと言われたんですよ。でも、結構高くて、ねえ、どうしようかなと思ってたら、なんか、高槻って言っちゃったけど、いいかな。切ります、切ります。地元の、自転車屋さんに見に行ったら、結局電動と同じぐらいの額で、なんかすごいかっこいい自転車があって、最初夫の方が先に欲しいって言ってたのに、私の方が先に自転車買っちゃって、で、初めて河川敷とかをね、うろうろしてるんですけど、だからやっぱ一人だと、ちょっと怖いのもあって、ちょっと怖がりなんですよ、私。意外意 だから外。慎重派で。で、なんか怖いから、一人であんまうろうろ、ちょっと、なんか、あれやから、早く自転車買ってほしいって言って。で、夫にも買ってもらって、で、夫にも届き、自転車が。で、まあ、そこまでまだ遠出はしてないんですけど、この間ヘルメットも買って、ヘルメット被っていいですか？今。あ、かぶってください。せっちょっかとく待っなのて。で、ファンは大喜びですよ。お。やばい、ちょっとなんか前髪。面白い。このユニフォームにめっちゃ合うじゃないですか。合う。今度だから2人でそれでいけるやん、ユニフォそう、これ、ーム。自転車、ヘルメット買ったんで、ちょっと行動とかもいけるかなと思って、かっこいいっすね、これ。かっこいい。北川で、綾もこれでいけるよ。ちょっと疲れちゃうかな。まあ、買ったんですよ。で、ちっちゃなテントみたいなのがあって、まあ、それをリュックに入れて、河川敷で、お湯沸かして、ラーメン食べたり、なコるほーヒーど。飲んだり、まあなんかそういう楽しみ方をしてます。まだそこまで、そんなハードな、サイクリングはしないので、多分膝故障するなと思って。いいはい。ですそんね。なでも感じまあ、で。そういう気分転換っていうのはいいですね、トランペット吹きにとってはね。そうですね。結構気分転換大事かなっていう。で、チャリンコに楽器持ってって吹いたりもするんですか？いや、しない。確かにね、危ないですね、楽器持ってったらね。まあそうですね。昔はね、練習場所がない時を河川敷で吹いたりはしてたんですけど、大学院ぐらいの時、桂川で吹いてたのは私ですっていう。はい。橋の下で吹いてました。その時は、あれですか、浮浪者に、話しかけられて、仲良くなって酒飲それみ誰に、ですか？ 綾坂先生の話 っていうのはなかっそれたはですないね。よ、さすがに。そうですね。はい。なるほど。すいません。久々に視聴者からの質問だったんですけど。もう一つなんかありまして、DS さんの方から。おお。この CD 好きです。あれですね。それ吹いてますね、それ私も。皆さん聞いてください。華麗なる舞曲、大先変ほなやどつやでしの自転車旦那も吹いてますんで。たね。そうですね。吹いてますね。思い出の一枚になっておりますので、皆さん聞いてよろみてしくくだおさ願いい。します。それではたくさんお話を伺いましたので、次のはおい。友達をご紹介いただけますでしょうか。
私と同じ高校出身で、今年の4月から神奈川フィルハーモニー管弦楽団に入団された、中村亮さんを紹介したいと思います。はい。では、電話してみましょうか。行ってみます。もしもし、お疲れ様です。中村くんでいらっしゃいますでしょうか。はい。白津です。ご無沙汰しております。あれ、もしもーし。あ、はい、もしもし。あ、白津です。あ、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。電波大丈夫でしょうか。ちょっと待ってください。電波が。はい。大丈夫です。はい。あのですね、あの、僕が今 YouTube で、あの、トランペットの方々と対談をする番組をやらせていただいてるんですけども、はい。今その収録をしておりまして、大阪シオンウィンドオーケストラの新保優子さんと対談をしていたんですけれども、はい、次のお友達っていう形で中村くんをご紹介いただきましたので、お電話させていただきました。ありがとうございます。今つながっております。はい。喋っていいんですか？喋ってください。りょうくん。おやっとさ。おやっとさ。元気ね。結構はっきり聞こえるもんですね。うん、聞こえてる。すごいね。すごい。よかった。隣にいるみたいだよ。よかった。あ、本当ですか？うん、ですです。今、ちょうど鹿児島ですがよ。およかーよかもんちゃー鹿児島人喜んどね、今ね。鹿児島弁にちょっと長崎弁だとちょっと衛生な感じがするときですか。ええー、とんでもないです。はい。というわけでですね、あの、次僕と対談をしていただきたいんですけれども、はい、決まり文句を言っていただきたいのですが、ご準備よろしいでしょうか。はい。はい。それではバズっていいとも、次ゲスト来てくれるかな？いいとも。イエーイ。はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ喜んでます。はい。それではまたご連絡させていただきます。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。失礼いたします。失礼いたします。ありがとう。すごい、いい方言が出ましたね。はい。はい。というわけで、無事に中村くんにつながったんですけれども、はい。せっかくですので、もうすぐコンサートありますよね。あ、はい、あるんです。うん、それ、宣伝しますか？したいです。じゃあ、もう一人電話しましょうか。はい。いいとも。はい、いいとも。はい。じゃあ、ちょっと電話してみますね。はーい。よいしょ。行ってみます。すごいね、これは。出るかな？おはようございます。はいはい、どうも。もしもし、白津です。今大丈夫ですか？大丈夫です。あのですね、今ですね、あの、うん、バズっていいともの収録をしてるんですけれども、はいはい。ゲストに大阪シオンウィンドオーケストラの新保優子さんが来てるんです。ああ、はいはい。はい。今度8月に演奏会しますよね。8月に演奏会しますね。ね、はい。それの宣伝するのに電話してみました。マジですか？ありがとうございます。はい。だから、ちょっと今、写真だけの、出演になってるんですけども。どの辺ですか？この辺かな？あ、そう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 。はい。はい。どうでしょう？なんか、はい、ご宣伝、いただけますか？お二人で。何の打ち合わせもしてませんけれども。まずはじゃあ、日程の方を、新保さんの方から紹介していただきましょうかね。8月24日でしたよね。8月24日だったよね。いいと思う。ちょっと一応確認します。はい。はい、しとけよって感じなんですけど。8月の24日。はい。はい。間違いなく8月24日です。はい、名古屋です。名古屋はですね、
6時45分から開演するのが常なんですけど、7時だったと思います、開演。ですです、7時です。なるほど。はい。なんか名古屋時間っていうのがあるらしいんですよ。最近知りましたけど。6時45分っていうのが名古屋時間らしいんですけど。それを裏切って7時からやるってことですね。あえて、あえて7時です。あえて7時。はい、では内容について、ジンさんの方から何かご宣伝いただけますか？あのですね、内容はですね、基本的には二重奏なんですけど、二重奏だけだとずっとお互い吹きっぱなしなので、お互いちょっと休むためにソロをそれぞれやるっていうことだったんですけど、それをやったがためにお互いの首を絞めているという。はい。なんか、まあ結局、トランペットのコンサートなんて楽なものは一つもないので、そうですね。自分たちで企画して、自分たちで、きつい思いをしているという、こう、珍しいタイプの二人のコンサートになると思います。では、それをね、ぜひ皆さん聞きに来ていただけたらなという感じですね。はい、来てください。普通にお話をしますと、やっぱり、新保優子さんはですね、シオンなので、もう大阪っていうかね、関西、を中心に活躍されてるんですけど、ぜひその妹弟子の新保優子をですね、名古屋でもこう知らしめたいなというのでですね。まあだからコンサートの目玉は新保優子ということです。なるほど、素晴らしいですね。ありがとうございます。はい。その回にはまたシロズビッチさんも。なんか関わってらっしゃる感じなんですかね。関わってますよ。ビッチさんはですね、はい、大阪公演でもですね、なんかニアミスしてたみたいなんですけど、そうなんですよね。コンサート中もですね、作品提供ということで、はい、登場という、もうそのまま、大阪公演そのまんまやるので、なるほど。おそらくまた、シロズビッチさんもニアミスしてくださるんじゃないかなという。なるほど。はい。では、シロズビッチさんの作品もまた楽しんでいただけたらなと思います。はい。というわけで、じゃあ、はい、今回珍しく、視聴者の方々に、皆さんで、いいとも煽りましょうかね。はい。はい、いいですね。うん。それでは、じゃあ、8月24日聞きに来てくれるかなっていうのをせーので行きましょうかね。はい。わかりました。はい。せーの、8月24日。気に来てくれるかな？くれるかな？はい、それでは突然のお電話すみませんでした。ありがとうございます。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。失礼します。ありがとうございます、はい。新しいことやりましたね。はい。初めてですか？初めてですよ。おー、面白かったです。思いつきがひどいなと思う。はい。というわけで皆さんね、8月24日、ぜひ、名古屋よろしくお願いします。方はぜひ気に入ってください。来てください。それではですね、中村くんにもつながりましたし、イレギュラーで上田仁さんにもお話しいただいたんですけれども、最後にこのバズっていいともを見ていただける皆様へ何かメッセージをいただいてもよろしいでしょうか？はい。トランペットって、すごい、難しいし、難しい楽器なんですけど、でも、楽しく、やっぱり吹いていきたいなって思ってて、そうですね。心身ともに健康で、楽しく皆さんトランペットライフを楽しんでいきましょうっていう感じですかね。素晴らしいですね。普段通りなメッセージをね。いや、本当になんかね、はい、思いました。最近。はいはい、ありがとうございます。はい。というわけで皆さんも楽しんでくださいという感じで、シロズ大好きアワーバズっていいとも第110
1回目のゲストは大阪シオンウィンドオーケストラトランペット奏者の新保優子さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。大阪シオンウィンドオーケストラトランペット奏者の新保優子さんと対談させていただきました。サマーブリーズでも、一緒に演奏させていただいてますし、今収録は5月なんですけども、5月は、オーケストラと吹奏楽とで、共演させていただいていたんですけれども、しよくね本当にお仕事一緒になったらいろんな話をするんですけども、トランペット始めるきっかけとか、まあ、音楽大学の時代のお話は聞いたことがなかったので、こうやってお話が聞けたのは楽しかったなっていうふうに思っておりますし、低音充実して音を鳴らすっていう話をしておりましたけど、やっぱこうバイオンの多さ、サウンドの多さっていうのがあそこから生まれてるんだなっていうのを改めて実感させていただきました。さて、そのニーボさんのご紹介で次は神奈川フィルハーモニー管弦楽団トランペット奏者の中村亮さんと対談させていただきます。中村さんとは何度かお会いをしたことがあるんですけれども、本当に、どういう感じで育ったのか、どんな感じでトランペット始めたのか、そういうところも聞いたことがございませんので、どういう話が伺えるのか今から楽しみです。それでは次回もお楽しみに。